ナイトリッチ出すの、やめてもらっていいですか？おーい、勝ち、俺の勝ち。だってこっち塩のチームだよ。4戦目、まあまあ今のところ順調順調。やっぱ CPU キラーにはなりうってるな。あー、ラリホー、確かに相性悪いわ。ガンドフ寝る可能性があるか。ちょっと相性悪いね。カウンターをこっちが基本的に狙ってるパーティーだから、ビッグアイがラリホーで寝たりとか、夢見のせいでナイトイッチやオーメンが寝ちゃう、そのあたりの事故が起きる可能性は十二分にある。あー、こういうパーティーにも弱いのか。あと HP が単純に向こう高いから、判定勝ちするのに結構苦労がいる。そうだな、意外とこういうタンク系パーティーが厳しいのか。相手 SP 何使ってくるかにもよるからね、タクだけど。よし、まあでも基本的には先制できる。せーの、アンストロン、おう、どこー。こうなるとね、打点が足りないんだよな。骨の雨誰に行くの？ナイト1だよね、基本的には。まあでも全然食らないでしょ。大丈夫大丈夫。51! プラチナキングのマスターダブルスキャンをね、最大限活かしていきましょう。ドルマ、メタルドラゴンに行くはず。基本的には。はい！ OK！ 賢さが低い。ああああ目に恐怖が。死神当たって持ってる時点でね、目に恐怖が見えてますよ、ちょっと。あ、いいね。それいいね。これ反撃いきますね。メタルブレスはナイトエッジがちょっと避けてないか。ナイトエッジちょっと食らっちゃうんだよね。まあ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 、行きましょう。これで、攻撃を稼いで、アストロンで溜まりにくい勇気はね、アストロンで溜まりにくい勇気は、反撃で、補うってわけですよ。なんとかしないとね、でも、ちょっと言う、まだ HP 下がる。でも、エスタ、ここがアストロンでいった。オッケーオッケーオッケー。いけ、アストロン、よいしょ、オッケー。まあ、ドラゴン2匹が遅いんで大丈夫だと思いますけどね、基本的には。僧侶もレベル35なんで、割り込まれることはそうそうないと思うんですけど。おー、すごいとこドラマ撃ったね、君。なんでドラゴンゾンビにドラマ撃つかな。さあ、ラリホーが問題だ。ビッグアイが寝る。オッケー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 。ビッグアイが寝るのがまずい。ナイトリッチが寝るのはまだ火力源がいなくなったな、ぐらいだけど、ビッグアイが寝ると、反撃の意味がなくなるからね。とりあえずこのターンでこのナキラスが当たれば HP 差がひっくり返せるね。なんとか。OK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 。HP 差をひっくり返した。なんとか。なんとかひっくり返したね。骨の飴。ゆっくりと。骨の飴。いいねー。いいピロリ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 。さあ、HP を返しました。HP 差を返しました。OKOKOK。HP 差を返してる。OKOKOK。いいよいいよいいよ。もうやってるこっちはヒヤヒヤもんやけどな。ただこれ対人でされたら結構クソゲーだぞ。これ対人で出されたくないなって、まあ出されたんだけどさ。その時はオーメンちゃんが、まあ改良前、あ、これはもうさよならです。改良前がダークドリアムスキャンだったから、まあ普通に割り込めたんだよね、自分のチームが。おーおー、ひでえなありゃ。あいつはひでえな、こりゃ。次のターンに進化の秘宝をちょっと打って勇気を貯めておきたいところ。何?3 体とも外しております、相手は。ダメージです。完全に有利に立ったと言っても過言ではない。よし、行くぞ、ドルマ。ドルマで確定打点をね、取って、光の玉使って、進化の秘宝を使って勇気貯めて、多分向こうがね、向こうも使ってくんじゃない？おーっと、そうだった、いてつかどう、危ない危ない。いや、これ光の玉で溜まるかな、勇気溜まっかな、それはそれで。こっち。ちょっと怪しいな、それはそれで。そうか。いてつか波動はうまいこと合わされたな。アストロンで。あ、せや、オーケーオーケーオーケー。ただ、ガンドフが冷たい系選んでるね、この調子だと。まあ、わかりやすいっすよね。確定先制したら、様子を見るで、先制してない場合は、こうやって冷たい息吐いてんですよ。まあ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 。
どうだろうなぁ。これ4ターンに行き止まってたら負けるぞ。どうだろう。泣き出すがあってくれればなぁ。それがドラ切りするべきやったかやな、素直に。でもドラゴン切りしても、ああ、よしよしよし、かわしてるかわしてる。どうだろう、勇気溜まってっかな、僕。勇気溜まってたら、ちなみに負けたら動画終了なんで、かなり悲しい目に遭います。この動画が終わってしまいます。その場合。骨の飴が、まあそこには行くわな。削り切れるかどうかも怪しくなってまいりました。大丈夫か、一気に押し切れるか、大丈夫か、4ターンで勇気溜まってねえか。いや、ミスあんなにしたんだよ。よーし、さすがにね、そんなことがあっちゃ困るんですよ。あー、怖かった。まあ勇気の総裁に持ってって判定勝ちも狙えるんで大丈夫でしょう。あんばいあんばい。ネチネチ戦おうや、ネチネチな。モンスターマスター、こういうこともできるんだぜっていうことを教えてやりますよ。そう、火力でゴリ押すことだってできますよ、モンスターマスター。僕はそれが好きです。というか、火力に曲振りして、一気にゴリ押す、主人公たちにはできないゴリ押しが好きですよ、僕は。でもこういうネチっこい戦法もできるんだぜってことを教えてやります、今回は。この CPU たちにね、夢見のせいか、ようやくそんなことをしてきたか。まあリッチだよね、42。お、あれガンダフに行った。何を血迷ったんだ。反撃するよ、それは反撃です。ここで行けー、ガンダフ。うわ、もう、あ、うわ、うわ、雑な戦い。はてさて、切り返し、まあ折り返しのね、5戦目です。ルンルンです。ルンルン来たか、ゾンブパウダー。楽しそうな奴らが大集合だな。相手は魔物使い、こっちはモンスターマスター。ちょっと負けると恥ずかしい試合になりますが、相手はまあゾンビパウダーの必殺技なんで、ゾンビパウダーっていうのはあくまで呪いなんですよ。確かにガンドフに関してはちょっとね、あまり生きないかもしんないけど、まあナイトイッチがいるんで、ね、そんなことにはならないんじゃないかな。さあ様子見てアストロンしますよ、こっちはいつも通りね。で、オーメンちゃんがもし仮に割り込まれた場合、呪いにちょっとね、オーメンちゃんはね、不安があるんで、早めにこうやって逃亡してほしいところですね。で、あとはまあ安定打点のドルマをこすっていきたいところ。ゾンビパウダー。もう開幕からか。開幕からやるのか、お前。でも言うて、でもガンドフはともかくとして、ナイトウィッチはね、大丈夫でしょう。いけ、腐った死体、腐った死体大集合。しかし、後ろからゾンビパウダーを食べたバーサーカー。まさにそのバーサーカーと言えるでしょう。狂気乱舞。46。よし、呪われてないなら大丈夫だ。いけ、泣き出せ。誰に行く、でも泣き出す。シャーマンにいた。終わったいや、でも46に抑えたのは賢すぎるな、やっぱ。で、ドルバで安定打点。まあ、効くやつは、まさか。よし。オッケー、いいよ。普通にね、順調。ダメージエースで勝っていきましょう。様子を見る。モンスターマスター、こういうこともできんだぜ。まあ、ある意味、ちょっとおはぎの派生みたいなとこあるよね。大目玉、ハグネメタル、残りのギズモで避けたりする、それにちょっと似ているところあるよね。こっちはちょっとどっちかといえばちょっと攻撃的だよね。相手の判断力に左右されるけど、時々ブレることもあるから、こうやって、うん、こうやってね、弱い相手を狙わない時とか、そういう狙えないやつとかもいるから、ちょっと攻撃的だね、おはぎよりは。なんでそこ狙ったんで。で、ドルまでなんで腐った下を狙ったんや、君は。さ、呪いの踊りは基本的に、おー、どこに行くんだい。まあ、おはぎと確かに似てるっちゃ似てるな。毒爆弾は OK。全然 OK ですね。ああ、まあ、ガンドフが反撃してくれます。いいねー。ナイトイッチも避けていく。圧倒的大差が今ついておりますね。いけ、泣き出す。おら。まあ、ここでリーサルを決めたいところでございます。さすがに。さすがに行くと思うけどなぁ。ギガデインして、だってドルまでも行けるでしょ？よほどのことがなきゃリーサル行けるでしょ？
あ、動かれたね。大目玉より先に動いたね。君。で、ガンドフは様子を見ていないね。この調子だと。さあ、最後に。いけ！飛び上がって、さっき回数無視して、ごめんねー。2回目出すとはな。さて、6戦目です。さあ、こっから敵の強さがね、強くなっていくんで、気を抜けないところでございますが、こんなことになりました。武闘家だー。きついなー、武闘家は。このチームの欠点は、おはぎと一緒なんですよ。まあ、言っちゃえば。オートハーというか、まあ、大目玉ですけど、主人公に、高レベルな主人公には、割り込まれる可能性が非常に高いです。特に武闘家なんでそうですよね。素早さが簡単にね、200とか行きますから。バトルマスターでもなんだったら150ぐらいはね、余裕で行ったりしますんで、そこで割り込まれてしまって、多め狙い撃ち、みたいな。それがまあ負け筋ですよね。さあ、多め先制できるか？できない！ドラゴンズワーンス！全体攻撃に行った！ドラゴンズワーンス！最後に火を吹くんだね、これが。多め！多め早く逃げて！でも、コングヘッドとアームライオンって、そんな速いモンスターじゃないからね。さすがにいけると思う。よく当てた。賢い。そこ当てるのはでかい。よし、オーメンいった。オーメンいった、オーメンいった。飛び上がって、体当たりー、よいしょ、オーケー。相手が避けなければ。まあ、言うてでもね、魔法を防ぐ手段は無効にないから、炎のノック、あ、それやばい。あ、それちょっとやばいな。炎のノックはちょっと嫌だね。おー、外した！外しか。よし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 、でかいでかい。110件。誰に行くんだいそれ。ナイト1だよね。まあ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 、大丈夫でしょ。うん、152か。うわー、でも結構だな。風入ってるからな。単打撃ないでよかったんだが。オッケーオッケー。まあ、ドルまで擦っていって。いやーまあ、五分五分よ。これじゃ五分五分やな。オーメンちゃんが先制して、こっちが有利な状況を作りたいところでございます。ガンドフはとりあえず様子見て、反撃を。まあだから、コンピューターが全体攻撃を振ってくれるかどうかのお祈りみたいなところになってますね。まあ言うと。対人だと、もうこれ、バレバレじゃないですか。ぶっちゃけ言えば。先方が。なんで、対人だとかなり使いづらいです。ただ、この塩のチームは、CPU だったらかなり機能してくれるとは思いますよ。さあ、炎ノック来るよ。はい。いったー、あっつー、いった、もうはぁ、痛いな、もうちょっと、もう反撃、ほらいい反撃だ。買い抜きいった。よし、買い抜きに行った。よしよし、こいつやったわ。やったやった。アームライオンやりました。これはやりましたね。まあ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 。で、ここで反撃して、これでちょっと HP 差が有利になったかな。よしよし。よし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 。さあ問題は、ここで流滅剣が誰に行く。おー、どこ行ってんだい？オッケー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 。で、ドルマして、ドルマでどれぐらい出るかによるね。そうするとリーサルいけるかもしんない、ワンチャン。はい。521、リーサルです。リーサル行きましょう。よし、通った、リーサルが。やっぱね、素直にやっぱちょっと攻撃的だね、こっちは。CPU に対する最適解とは言わないけど、だいぶ刺さるね、刺さる相手には。さて、7戦目。CPU のレベルが飛躍的に上昇するのがこの値からですね。ちょっと待ってー、通行パーティーじゃん。ボストロール。再び逆襲。勘弁してくれよ、本当にもう。出てきちゃったなー。出てきて欲しくないのが出てきたなー。痛恨パーティーが苦手と言ったのにもう。さーて、そしてバトルマスターが忍びの服を着ているってことは、素早いわけですよ、簡単に言えば。スーパーハイテンションから、この一旦忍びたいなー、なんとかして。アストロンとかで忍びたい、早く。頼むか、頼むぞ、オーメンちゃん。さあ、カウンターも大事になってくる。リッチは、あー、しよ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 し、よく動いた。リッチはドルマをボストローに当ててくればいいんだけど。アストロン、オッケー！
これでスーパーハイテンションだいぶしのげるぞ。でかい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 。まあ、痛恨の時期、ガンドフに行ったよ !4 人も撃って。うおぉオッケー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 。それはそれでオッケー。ドルマはボストロールに撃ってくれ。300くらい出るから、君のドルマは。本当に強いね。火力マスターダブルスキャンをせずとも、このドルマの破壊力はやべえな。スーパーハイテンションブレイクオールときましたが、恐ろしい技を持ってますね。ガンダフだけ飛んだ。よし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 。一番理想。理想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 。体勢無視だからな、ブレイクオール。よしよし。いい感じになってるよ。オッケーオッケーオッケー。いいよ。で、パワースタンプになる。パワースタンプ、せーの。痛いな、もう82。82。でも HP 差がだいぶ埋まったね。よしよし。スーパーハイテンションパワースタンプって82なんだ。へぇ。よし、様子見て。さあ、オーメンちゃんが動けるか。目玉パーティー。一つ目パーティーだな、完全に、これ。確かによくよく言い回さないけど、一つ目だな、お前ら。ナイト一概。まあ、まあ、いいでしょう。まあ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 、ガードより反撃のダメージの方が大事になってくるから。あ、いいね、なぎ払う。いいなぎ払うです。ね。お、いいね、いいピロリ、理想のピロリだ。いいぞ。これ、塩のチーム強いぞ、これ。もしかしなくても塩のチーム強いぞ、これ。もしかしなくてもやってしまうかも、これ。10連勝普通にいけるかもしれん。塩のチームはそれだけの才能がある。いや、チーム見てた時に、あ、いいチームを毎回来るもん、塩は。あ、あ、近くの変動を守ってきた。近くの変動を守るため、やめて、おお、なんか、おお、可愛くない。今度はどうだ、パワースタンプ、ちょっと待って待って、運気すぎる、運気がすぎる、おお、あ、可愛い。よし、順調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 。なんとか、なんとかしのいでるな。おい、でも一旦でさ、負けるとき一旦でこれ負けるぞ。ライアン使うのも手か？相手物理しかないもんね、ぶっちゃけ言えば。だからライアン使って一旦確実にしのぐのはありと言いやありなんだよな。よし、いいね。このターン次第だね。次のターンに全てがちょっとかかってる感ある。オーメンはね、うまいこと逃げてくれた。貯めるから近く変動とかやめてよ、ちょっと。ちょっと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 。おふざけが過ぎるぞ、君たち。君たち、おふざけが過ぎる。ちょっと待って、待って。あ、まあまあ、ブレイクオールならいっか。うん、まあまあ、まだいいよ。うん。体勢無視だけど。リッチが飛んでどうする？リッチが飛んじゃった。ヨリーム撃って。通行時期、おー、食べるから通行時期、マジですか？マジ言ってんすか？もう、あぶねえな、もう。ヒヤヒヤする。なんでこんなヒヤヒヤしなあかんの？ドルまで？オッケー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 。まあ、さすがにいけるでしょう。あ、でも死神盾持ってたような気がするんだけど、今。主人公は死神盾じゃん。光玉とか分かったか？素直に。だよねー。ガードするよね、君は。まあでも。あ、オッケー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 。アストロンした。いけ！せーの！よっしゃー！ナイスお前、会心だとすごい盾出るんだよな。残すはあと3戦です。8戦目。いやー、怖いな。ここまで来るとな。って、おー！いいモンスターマスターで来たな。森連ワンじゃねえか。やーべえ。これ相対するな。完全に。これ厳しいっすね。これは、多分冒頭に言った厳しいパーティーの一つです。相手は勇気の早ためを狙います。はい。で、こっちは、判定勝ちを狙おうとします。その関係上、CPU の勇気補正も相まって、向こうは、勇気が溜まるんですよ。それがまずい。どうしよう、凍てつか波動とか使って、一旦延命するか？最悪2ターンに溜まって、だいたい3ターンに溜まってしまう。こいつらは。それくらいのポテンシャルがある。いや、ない。本当はないけど、CPU 補正である。だー、そうだな、これきついな。削り切りたいっていうタイプだね、こっちは。オーメンちゃん。よし、行った！スライムナイトより先制するのは賢い。よし、アストロン、せーの！オッケー、よく当たった！ドラキーによく当たったね。よし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 。でかいよ。この一旦ものにしたいよ。突撃に行ってくれたのはありがたい。21。オッケーオッケー。で、ここで反撃行こう。よしよし。順調ですね。なんだかんだで。ああ、まあまあまあ、こういうの、こう、全然順調じゃないんですけど、こういうあたりは。このあたりは順調じゃないですね。はい。噛みつきはナイトイッチに行くでしょ。48。
まあでも向こうからしたらダメージは関係ないんだよな。しっかり当ててくるっていうのが問題で、勇気がためられてしまう。それだよな、問題は。凍てつく波動とか使った方がいいか。凍てつく波動はありだな、普通に、これ。ギガデインとかできなさそう。2ターンで溜まることはなさそうですね。OK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 。2ターンで溜まることはなさそうだけど、さすがに。痛恨連打とかじゃない限りは。いやー、なんとも言えない勝負だな。同じモンスターマスター同士考えることがね、相対してるから完全に。ただな、正直、あーやばい、それやばい、オーメン、オーメンまるで神様に祈ったみたいじゃねえかよ。まあ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 、ここラストの入った。外れたんかーいちょっとおふざけが過ぎるな、君たち。ちょっとおふざけが。いや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 、むしろ当ててほしいんだよな。超音波か。よし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 、ガンドフだけいった。ガンドフいった。え、どうしよう。3段目に勇気溜まってそうなんだよな。ここも避けられてるってことは、ちょっときついよね。ゴリ押しはきついと思う。凍てつく波動使うか。こっちが勇気を貯めるのは無理なんで、相手の勇気を減らします。これはこっちだと思うよ。凍てつく波動で減らしましょう。まぁ、ちょっと後手後手な感はあるんだよな。このターンにオーベンが先制しなかったり、様子を見るしない、っていうか、様子見る、本当にしないよね。あー、様子見るもせねえ。様子見てほしかったな。素直にここは様子を見てほしかった。おーい、オーベン、オーベン、避けろ、せめて。やばい。オーベンがやばい。これは何とも言えない勝負になってきたな。うわぁ、きつい。攻撃当てなさすぎてきつい。ガンドフ、そうなんだよな。こうなるとガンドフは狙われるわな、そら。あんまり凍てつく波動した意味がないかもしんない。これは。うわ、避けすぎー、めっちゃ避けるね。ちょっと待って。お前ら避けすぎじゃないか。結構じゃないか、それは。だいぶ避けてないか。いやー、勇気は多分、まあ、溜まってないとは思うけどな、凍てつく波動したべ。だって、いくらなんでもね、あの外しで凍てつく波動もしたべ。オーケー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 、まだある。まだあるな、こっちも。よし。まだだ、まだある。やばい、いい勝負してる。いい勝負をしている。超音波、あれ、オーメン逃げてねえな、てか。ワンチャンこれ、削り切られるぞ。削り切られちゃう。このままじゃ。いけ、頑張れ頑張れ。あ、オーメン逃げろ、オーメン、オーメン何してんだお前、オーメン、オーメン早く動け動け、オーメンは何をしてるんだ、泣き出す泣き出す、オーメン早く早く、よし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 、いった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 、ここでいけいけ、なんだったらここで止めろ、アストロアストロアストロ、何をしてるんだおめえは。まあ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 、続きの前はナイトウィッチだから大丈夫。まあまあ大丈夫。死なないでしょ。ああ、怖い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 。で、ドルまで。いや、決めてくれ、もうドルまで決めてくれ。いけるいける、決めれる決めれる、お前なら。お前なら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 、決める、はあ !1!1!1 ですか、1ですか、はい、何をしとるんだナイトリッチ。ナイトリッチこれはやったわ。リッチ完全にやったわ、お前、お前それはやった、お前なんだよこれ。おいおい、クソゲーをやったやつにはいいね、末路ってやつだな。クソパーティーにはお似合いの末路か。